どうもエルザです。それではセレステやっていきましょう、チャプター6もう一人の自分ということでやっていきますか。知ってた、もう一人の自分から逃げ切ることは絶対にできないんだ。さあ何かと脱出に成功した後って感じだね。セオがやっと目覚めたみたいですね。どうかな、まだ夢の中だったりして、なんかすっごい怖い夢見たよ。ああ、うん、それはね、あれ、ああそうだったそうだった、思い出してきた、あれは夢じゃないよな。マドリンのおかげで脱出できた。セオが一緒でよかったよ。一人だったらとっても無理だった気がする。どのくらい気を失った、何がどうなっている、どのくらい気を失っていた、俺どのくらい気を失ってた。 2,3 時間じゃないかな。なかなかにきつかったな。きついどころじゃない。気分はどう。己の人生の目的を見失いつつあるけど、それ以外は概ね大丈夫そう。何がどうなっている、ここってどう考えても普通の山じゃないよな。何がどうなってんだ。うん、もっと早く言うべきだったよね。さっき通った遺跡でね、鏡の中から私の分身が抜け出したの。自分でもすごく嫌いな部分の自信、ただ夢だと思ってたのに。つまりこの山の不思議な力で君の内面の一部が実体化したってこと。うん、それ以来そのもう一人の自分がずっと私に取り付いてて、大城さんにもひどいこと言ってたりして、ロープウェイが止まったのはあの子の仕業だと思う。さっきの神殿にもその子がいたの。なんでもっと早く言ってくれなかったの。この山がどんな場所か分かったらあの神殿にだって入ったりしなかったのに。止めようとしましたけど止まらなかったね。確かにね、君の邪悪な分身がうるついてるってはっきり言ってくれればよかったじゃない。セオ、そんな話急に言われて信じる。自分で言ってても信じられない。まあ確かに気持ちは分かる。でも今度からはちゃんと話してよ。俺は信じるからさ、約束する。うん。まあそうだね、さっきは信じてくれてありがとう。私を信じてくれて。まあ信じるのは簡単だと答えたのは自分が何の役にも立てなかったことだ。閉じ込められたまま何もできなかった。世話すごく力になってくれてよ。世話の助けがなかったら無理だったと思う。どうして私を信じれるの。だって私のことはほとんど何も知らないでしょ。実はさ、アデリンってちょっと妹に似てんだよ。あ、兄弟いるんだね。どんな人。アデリンとは気が合うと思うよ。いや、最初はちょっと反りが合わないかもな。でも付き合っていくうちにすごい仲良くなれると。妹はガチなロック系でさ。ミュージシャンなの。すごい。あ、いや、ガチなってのはガチでガチなって意味じゃなくて、アレックスは何をやってもすごいんだよ。今は国民憲法専門の弁護士を目指して勉強中なんだ。へえ。で、どこが似てるの。いつも物思いにふけていると。ああ、めちゃくちゃ高性能な体内コンパスを持っててさ、あ、この人は自分が行くべき場所に必ずたどり着けるだろうなって見ればわかる。マドリンにも同じものを感じると。俺もそうだったらなって思う。あの神殿を誰が建てたんだろう。あの神殿って誰が建てたんだろうな。見た感じすごく古そうだね。人工造形物、まあ、建造物の中で一番古そうと。まあ確かにいろいろ山の中にはあるけどね。まあ、人が住んでたのには変わりなさそうだけどね。何か起きたっていうのは間違いないだろうね。ただの意地悪おばさんじゃん。さあ、妹さんすごい人なんで本当に私に似ているの。よく言うよ、何が何でもこの山に頂上に立つって意気込んでるのはどこの誰、なんで登りたいのかもわからないのに。確かに理由はよく分かってないもんね。なんで登ってるか、確かにね、自分でもなんかよくわかんないと。
ただ考えるのにやめたかったの。同じことをぐるぐる考えちゃって。来る日も来る日も死ぬほど退屈な仕事に耐えてたからさ。私は仕事に特に不満はないんだけど、なんかもうおかしくなりそうで、どうでもいいことをずっと考えちゃって、昔のことがいつまで経っても頭から離れない。忘れたい。何を忘れたいんだろうね。平常心を装うのは得意だから今にも壊れそう。会話ね。飲んで酔っ払う。そういう年なんだね。ぶちまける。めっちゃ立ち悪いな。どうしてこの山に？セオは？どうしてこの山に来たの？俺はまあ自分探しの旅っていうか通常営業ってとこだな。シアトルで新しい仕事を始めて、やっと転職に巡り会えたと思ったんだけど、結局耐えられなくなった。1週間で辞めてカナダ行きのバスに飛び乗った。まあここじゃないどっかに旅立ちたくなったんだよねと。何やってんだ俺。自分で自分にプレッシャーをかけるか。さあ、うつ状態ってどんな感じ？確かにね、これ僕もわかんないんで何とも言えないんだよ。最悪な感じ。そういうことね。どんな気持ちか。海の底に沈んでて、上も下も右も左も何も見えない。息苦しく無防備な状態でさらけ出させてるような不安。すっごい複雑だね。自分を相手にね。極端なところが根性のあったかい人間。君はただ自分の悪い癖から抜け出そうとしてるだけじゃないか。山に登る立派な理由だよ。まあ自分との戦いだしね、登るのね。備わるべくして備わってる一面か。まあ表裏一体ってところだね。もう一人の自分を消し去りたいの。確かに消すと人格否定になるからね。その子をコントロールする。まあそうだね。あ、でも羽に関してはっていうところだね。ゆっくり休むんじゃダメなの。確かにそうだよね。山に登る理由は登らなくても休める方法あるもんね。ハワイ旅行。何かをしないといけない感じか。全力で調整ね。おじさんとは仲がいいの？仲良かった。有意義な人生ね。母におじいちゃんから教わったことは？山のことをおじいちゃんが教えたね。
特別らしい。特別ね。まあ確かに特殊な感じではあったけどね。教えてくれないんだ。コウニャのことずっと覚えておきたい。おお、自分から珍しいね、まあ、心境の変化と、ああめちゃくちゃいい顔。いやいいね、心境の変化が見れるのはすごくいいね。明日山頂アタックか、おめでとう。まあね、嫌いな自分にね。おやすみ。割り付きってやつ。さあチャプター6はこんな感じで、あら、さあ羽、おーおー、しかもはいはいはい、時間制限ね。これ何気にめっちゃ難しいんじゃねえの。難しいですな。あ、すげえ、めっちゃ音が綺麗。これはあー、ダッシュで取らないとダメなやつか。一回解除しないといけないというのは結構何気にハードルが高い。お、オーロラがすごく綺麗だな。ここどこだ。確かにね、あなたに話がある。あ、自分と対話するんか。やっと分かったよ、あなたの正体。あなたは厳密には私の分身じゃない。ほう、あなたは私がさよならしなきゃいけない部分。冷たくて妄想に取りつかれてすぐに私をコントロールしようとする。なんでそんなこと言うんだよ。でもいいね、分かったんだ。私にはもうあなたは必要ない。あんた俺を捨てる気か。あなたを解放してあげる。その方がお互いずっと幸せだよ。あんたってやつは本当にどうしようもね、急に変わったね。どう簡単に俺と別れられると思ってんのか。何もかも全部俺のせいって何様のつもりだ。答えろよ。落ち着いて。落ち着けだ。だいぶ右側の絵がね。深呼吸深呼吸、羽を思い浮かべて。さあさあ、まあ旅を通して自分との向き合い方が分かったっていうところだね。めっちゃ羽震えるじゃないかい。さあどうだろうね。おー、切られた。いい加減認めたらどうだと。まあ引きずり下ろすっていうことだね。どうしたんだよ。おー、まさかの落ちていく。うわー、めっちゃ落ちていってるじゃん。これまさか今から全部登らないといけない感じだね。そうかー、いい感じで話が進んでたけど。そうか。ってことは今から自分と対峙する感じだね。これは？おー、ドン。当たったら当たった方向に行くって感じか。あー面白いね。さあ上に行くよ。
外とね、あのイチゴがね、あんま見つからなくて、この辺はもうあれなのかな、違うのかな、違うね違った意味で間違ったね。あ、これはスティックの方がやりやすいね。ほう、しかも結構リセットは奥から。ちょっと考えよう。刺さるか。ってことはやっぱ横上左だね。あ、ちょっと危な。いやーでも綺麗だね、色合いが。心の変化と一緒に色もなんか鮮やかになってきてる気はするね。それも表してるのかな。こういう色綺麗だよね、あのピンク色とかね。超むずきじゃん。いやーめっちゃ難易度上がった感じがするな。ふい、危ない。おーっと、これ絶対いきなり、あー、やっぱそうですか。危なかった。ここも通れない。さあ、中間かな？ん？これは、あと少しだったのに。もうおしまいだよ。あの子はどうしていつも邪魔するの？大嫌い。では、あの子は私の一部。さよならすることは絶対にできないんだ。あの子にゆっくりだった。山田さんちに立つなんて私には無理だった。ここはそれ専用のイベントだったわけか。いやー、まあここまで来たからねー。はずなんだろうけど、ああ右側ね、はいはいはい、結構ギリギリな感じだね。やばそうやな。あ、横しか当たりませんよっていうやつだね。あれ、ここはルートの確認だけか。こう刺さるね。しかも一回跳ね返るのが意外と厄介。崩すのを見ておかないとダメか。おう、で、うん、いけない。意外と上行けそうで行けなかったね。さあ、見つけ
て行きますか。さあさあ戻ってこい、戻ってくるんだ。これはこれで非常に厄介だな。むずい。このうまくいくときといかないときの差がね。遊ぶとこうなる。よし。あれも動く感じか。ダッシュしないといけないね。はい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 。内側か。早かった。難しい。意外とむずい。いやー、下え、ちょっと待った。あ、はい。そういうこと。こう行ってドーンと行って下で飛ぶと。さあ徐々に徐々に。上か。上と下で全然違うね。下ルートで行こうかなと思ったけど、また新しいのが出てきたね。はあ、ということは、はあ、下行ってみようか。そしたらどっから行っても一緒になりそうな気がするね。なんかイチゴが特別あるよっていう感じでもないし、マジでめっちゃ綺麗に当ててくるじゃん。多分そのうちこれを使ってうまくいかないと。はあ、ってことは、ってことだよね。めっちゃむずいやん。これルートが合ってるのかさえもちょっとわからないからね。嘘でしょ。うん。あとたまにあるね、よくわからないダッシュ2回がね、ほんとむずい。あ、おー危ない。お、上ね。そこも壊せる。
店行きか明日行くかはもうその人次第って感じか。せっかく綺麗に行けたのに。あーすごいな、これ角度がめっちゃむずいな。あれこれ意外とそのままでよくね。難しいな。カラフルになったことでなんかなおさら難易度が上がった気がしなくもないね。いやむずいよ。あさささうん、やっぱちょいっとこうコントローラーのスティックはやっぱ難しいね。横判定上判定が噛み合わないと操作ミスが目立ってくるね。よしよしよし。そして君が来るか。下ばっかし行ってるね。はあ、わかったぞ。うんとい。ちょっと待っていい？ないね。よしよし。いや、マジで普通に難易度高い。これはシャアは何もないよね。おー危な、抜けていく。よしよし。お青い鳥さん、あれおばあちゃん、おやおや、また会ったね。また現れましたね。そんな嫌そうな顔せんでも。とうとう諦めることにしたのかい。ここがその裏ルートってことかな。違います、滑落したんです。これまでの努力は全部水の泡です。それでよかったのかもしれないよ。この山甘くないからね。言われなくても分かってます。私はこの山の山頂上にたどり着くには力不足だった。好きなだけ笑えばいいですよ。本当に笑いって意味じゃないし、時には引き際を見極めることも大事さ。大丈夫、時が経てば時期吹っ切れるよ。それならご心配なく。洞窟をよじ登ってる間考える時間たっぷり入れましたから、もう吹っ切れました。もう一人の私が言った通り、やっぱり私には無理だった。このまま帰って元のしょぼい人生に逆戻りして一生惨めに暮らしていきます。全然吹っ切れてないね。言われなくても分かってます。諦めたくない。でもどんなに頑張ったってことあるごとにもう一人の自分が妨害してくる。この山に挑む若者はたくさんいるが、大抵は途中で諦めちまう。あんたが落っこちまったのは残念だよ。あんたなら山頂に立つかもしれないと本気で期待をし始めたとこだったのに。
私は他の登山者と何が違うんですか？こんなに己に腹を立てる人間は見たことがないよ。自分への当てつけで頂上まで行っちまうんじゃないかと思ったぐらいさ。あんまり嬉しくない。めっちゃ笑うやん。どうもそのもう一人のあんたってやつが足を引っ張ってるようだね。その子とちゃんと話し合ってごらん。その子が何に怯えてるか突き止めるんだ。あの子が怯えている。そんな風に考えたことはなかったな。ここで私とくっちゃべってたって時間の無駄さ。その子に直接聞いてみな。どのみちあんたにはもう失うものなんてないんだろ。ということで、おばあちゃんと会いましたね。じゃあ時間的にも切りがいいので今回ここまでにしたいと思います。ちょっと話メインだったところもあるんですけど、まあまさかここでおばあちゃんに会うと思わなかったね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。